はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのエスパー要理論を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、M21 によって4テフィアウギンを得たことによって強化されたデッキですね。基本的には青白要理論がベースになっているのですが、黒を足す利点としてハンデスを入れることができるほか、キーヤの誓いによるライフゲイン、そして巨峰活動やアトリスによるアドを取る動きなどがありますね。特に青白コンが増えてきた現在のメタにおいては、ハンデスやアトリスでアドバンテージを取ることができ、やや有利を取ることができますね。4T はやはりルーティングができることがかなり強く、マッチアップによって不要牌を捨てて有効牌を探しに行けるのがかなり強力ですね。今回もランク戦で収録しているのですが、12戦回して9勝3敗とかなり勝ち越すことができました。はい、ということで実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、土地は2枚だけではありますが、お告げがあるということで、まあ問題なく、キープはすることができるかなと。さあ相手はワンマリガン、とりあえずショックランドからゴーと。お、さあ相手青白ランドからですね。バントランプか青白コントロールか。さあ土地を置いてそのままターンを渡していくと。青白ランドショックイン、なるほど。これはまあ動き的に青白こんな、感じがしますね。さあ土地は2枚とももらっていきましょう。止まってくるということで、まあおそらく相手もお告げを持っていそうな感じですね。まあこのターンは特に、何もすることがないということで、土地を置いてから要領を回収でいいかなと。さあ相手はやはり、お告げから入ってきましたね。1枚トップでドローをしていくと。さあ青白コンとなると、まあハンデスを、1枚は引いていきたいかなと。さあ神殿からスクライ、スクライはボトムとからのメルティス誕生。まあメルティス誕生でシャッフルされるので、スクライランドは後置きの方がいいですね。さあゴマの面を引いてきたということで、まあ次のターンにはペスカツなんかを打つこともできますが、ここで4ティフなんかを出してくれるとありがたいですね。さあここは平地から第2メインまで飛ばして、お、構えてきましたね。ということはまあおそらく、カウンターを構えている可能性が高いので、まあアトリスから行きたいかなと。さあアトリスキャスト、まあドビンの寄付券であればアトリスには当たらないですね。まあ4ティフに関してはまあ完全にカウンターされない状況で、出していきたいかなと。アトリスと、まあおそらく土地ですね。はい、まあアトリスは、コントロールミラーでかなり強いということで、まあ現状土地よりもアトリスの方が優先していきたいかなと。さあ相手はお告げを起動、スクライはトップトップ、うん、まあハンドは結構強そうですね。さあ追加の土地から、お、ここはナーセットを出してくる。ただまあナーセットに対しては、アトリスが威迫を持っているということで、まあ、能力を起動してきた場合は、問題なく対処することができますね。さあここは能力を起動してくるからのメレティス誕生。はい、さあここはカウンターが、構えられなくなった状態ではありますが、ただここでハンデスを引いてくるか。一旦ハンデスから入りたい感じはありますね。ああ、なるほど、完全にカウンターハンドと。まあ一回テフィリは通してもいい気はしますね。まあ試合終盤に関わってくるのはエルズベス死に打ち勝つかなと。まあ土地はトップでいいでしょう。さて、うん、まあケイヤの誓いは出しておく必要はないかなと。
さあ、おそらく相手は、まあ、拒否権は構えられるということで、3手増や出してきそうな感じですね。はい。さあ、ここは手振りを出してくる。まあ、こちらはメインにカウンターは入っていないので、3手増自体はそこまで、問題ではないかなと。さあ、ここはプラスを起動。から、まあ、カウンターを構えてくる形ですね。うん。まあ、であれば、ヨーリオンをキャストで、問題はないかなと。さあ、これでどんどんと、まあ、アドバンテージを取っていく形ですね。まあ、土地も置いておいて、お次はもらっていきましょう。まあ、基本的にコントロールミラーは、アドバンテージをいかに取っていくかなので、4手目2枚目はボトムでいいかな。さあ、ドロースペルと、さらにアトリスで、アドバンテージを取っていく。まあ、相手は延々とカウンターを構えないといけないので、まあ、だいぶ動きにくいはずですね。これはナーセットでいいでしょう。はい。アトリスは基本的にもう、強い方を8割方取っていくことができるので、まあ、結構強いカードですよね。さあ、ここはメインで空の粉砕を打ってくる。からの手振りプラス。まあ、ドビンの拒否権を構えている形ですね。まあ、一旦巨峰活動いきますか。まあ、ここにカウンターを使うとナーセットが通って、まあ、巨峰活動が通れば、そのままアドバンテージにつながっていきますね。さあ、ここは通していく。からメリティス誕生を捨てていくと。まあ、お次を打っていきますか。まあ、延々とアドバンテージを取っていれば、勝っていける試合展開ではあるかなと。さあ、ここも通してくる。土地はボトムでいいでしょう。まあ、相手が延々と構えてきたら、ヨーリオンで、さらにアドバンテージを取っていく形でいいですね。さあ、まあ、ウギンも引いてきたということで、勝ちは近いかなと。さあ、ここは願いのフェイで、サイドカードを持ってくる。おー、ここはウギンを持ってきましたね。まあ、ウギンに対しては、死に打ち勝つで対処することができるので、まあ、現状全く問題はないかなと。さあ、相手がドビンの拒否権を構えているので、ここは3枚、ブリンクで OK ですね。さあ、これでさらに、アドバンテージをどんどんと取っていく。さあ、3回誘発。どちらもボトムで、まあ、ハンネスなんかもう1回、お、引いてきましたね。まあ、8マナ目は、もらっておきますか。さらに、巨峰活動でワンドローとワンディスカード。さて、3枚ディスカード。お告げ。4手札はもういらないか。正直かなり手札が強いので、4手札はもういらなさそうな、気はしますね。プラスお告げと、まあ平地でもいいかなと。うん。さあ、これで3枚捨てていく。さあ、相手は7マナ目置いて、いきますが、まあ見えているハンドは正直そんなに強くはないですね。さあ、さらに空の粉砕から、まあおそらく、カウンターを構えて GO でしょう。テフェリーこれマイナスしてもいい気はしますけどね。さあ、思考消去を打っていく。まあここにはカウンターをおそらく使ってくるでしょう。はい。さあ、これで、まあ、ペスカツからでいいですかね。まあ、もしくはヨーリオンで、ウギンをディスカードさせていく選択でもいいですね。お、ここはタップイン。からボトムに送っていく。
うん、まあ、現状かなり有利ですね。さあここはターンを渡してくる。これでまあ次のターンにはまだ相手はウギンは出せないということで、まあそんなに、焦る必要はないですが、まあヨリオン出しておいてもいいかなと。まあペスカツで、墓地にあるヨンテフィを釣り上げたいので、ペスカツを除いて3枚ブリンクですね。さあこれでさらにがっつりとアドバンテージを取っていくと。まあテフリーも出しておきますか。さあ3枚戻ってきてアドバンテージを取っていく。土地はボトムボトムから土地、ペスカツはもらっておきましょう。まあここまで来るとさすがにまあ負け目はない気はしますね。さあターンをもらって、まあ次元の浄化なんかがあったとしても全然有利な盤面かなと。さあ対処手段がなくここは投了と。 OK。 さあやっていきます。こちら先手、うん、まあ取り除きがあるということで、キープはできるかなと。キアの誓いはトップでいいですね。お、さあ相手はまあおそらく赤タンでしょう。まあ一応取り除きを構えてターンを渡していく。義賊、はい、まあ、義賊は除去っておきたいかなと。まあ、ちょっとねショックランドだらけなのが難点ではありますが、まあここはショックインから、まあ、一応除去っておきたいですね。さあ3点ゲインで残り17点までからの勇者から勇者、かなりハンドが強いですね。さあこれで4点クロック、んー絶滅のケーキを打つか迷いますが、ここは剣矢の使いからでいい気はしますね。さあ剣矢の使いで3点ゲインをしていく。さあ3マナ目から古賀社強プレイ、うん、おお、ここは構えてくる。なるほど、まあ止まってくるあたり、骸骨の巨人なんかはありそうですね。まあ3点であれば一旦受けてもいいかなと。一旦受けてお告げプレイですかね。さあここは火力は打たずに、おっとトーブランか、うーん、そうなるといやいやきつい感じはありますが、さあこれで一気に9点クロック、残り6点まで。さてどっちもいらなそうですね。さあ2枚ボトムからケイアの誓い、うーん、そうなるとまあヨーリオンで、ケイアの誓いブリンクで古賀社旗を除去することによって、まあ今でその宝剣を持たれてたとしても負けはなさそうですね。絶滅のケーキからだとまあトーブランが対処できなくなってしまうので、うん、ヨーリオンからが良さそうかなと。さあ2枚ブリンクで、まあ土地も出しておきますか。さあこれでまあ古賀社旗を除去っていくと。絶滅のケーキ2枚目、現状いらなそうですかね。次のターンあれか、まあケイアの近い絶滅のケーキと動いていく可能性があるので、7枚目の土地はもらっておきたいかなと。まあこれでおそらく死ぬことはないはずですね。さあヨーリオンで、まあトーブランブロックですね。トーブランブロックで5678点なので、まあエンバレスでは死なない状況と。はい、さあここはエンバレスを出してくる。
まあ、先制攻撃で死んで残り1点。うん、まあこれは問題なく、対処していけそうですね。ケアの誓いでライフゲインしながら、トーブランも勇者も倒していくと。あとはまあヨーリオンで、ブリンクしていればいけそうな感じではありますね。さあここは上貴族からさらに高圧射撃。さてヨーリオンであれば OK か。まあ、ヨーリオンで、キアの近いブリンクから、まあ、上貴族を除去って、まあ、ライフ的にはかなり、余裕がありそうですね。さあ、これで、上貴族を除去りながら、ライフを7点まで回復することが可能と。で、フェリーは、まあ、もらっておいてもいいですね。というか、あれか、8マナ目を、現状欲しい展開なのでトップトップで良さそうかなと。さあこれで残り7点で、さらにもう一回ヨーリオンを使い回すことができますね。さあエンバレスつけてきますが、まあ、相手はおそらく火力を持っている、状況ですね。まあ、ヨーリオンを除去っていきたい動きかなと。はい。さあ、ショックでヨーリオンを落としていく。さて。まあ、ここはテフィリープラス、ペスカツで良さそうですね。まあ、一応、エンバレスを、追放しておいて、まあ、ヨーリオンでいいか。ヨーリオンを手札に、持ってきて、まあ、さらにブリンクの構えをしていくと。まあ、こうなるとさすがに、そのまま買っていけそうですね。さあこれでバンジキュース、どんどんとライフもゲインしていくと。さあナーセットからとりあえず、まあ絶滅のケーキでいいでしょう。さあテフィリでヨーリオンを扱い回せるということで、ここはもうおっとここで投了と。 OK。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、このデッキの強みは見せることができたかなと思います。まあ、採用している試合では取り除き以外、新カードを使っている場面自体はなかったのですが、まあ、ウギンやテフィリ自体の、動きはわかるかなと思います。まあ、特に4テフィリに関しては、対青白コーンなんかで不要兵をどんどんと有効牌に変えることができるので、かなり強かった印象ですね。まあ、正直結構強いデッキだと思うので、これからメタに食い込んでくる可能性は、全然あるかなと思います。はい、ということで今回は以上になります。よかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまたね。